私たちがそのテレワークとワーケーションを推進するという理由は、この先にあるユニークワークという、これは造語なんですけども、ユニークワークという働き方の実現のために行っております。ユニークワークとは何かと、これはですね、私たちズープスジャパンの独自の働き方、そしてこれを楽しむと、ユニークで楽しむという働き方を創造していきたいなという思いでユニークワークを推進しています。テレワークしていて仕事面で不便だなって思ったことはあまりなくてですね、普段そのなんか困ることっていうのは今のところはなくてですね、集中もできるし、個人的にはすごく働きやすい今状態になってます。本当完全テレワークっていうところでインパクトはあったんですけど、私の場合そのコロナになるならないかかわらず、その去年の4月からテレワークするつもりで準備はしていたので、個人的にはもうそれも周りのみんなには話して、地元の友達とかにも話してはいたので、そこは実際こう実際働くっていうところのインパクトはそれほどなかったと思うんですけど、ただ実際それを本当にやっていけるのっていうところですね、そこが多分みんな不安だったのかなと思います。余暇の時間といいますか、自分のその仕事以外のところですね、プライベートなところであったりというところが、私は今すごく、東京にいる頃よりもやれることが多くてです、そういった意味では働く場所を自分で青森で働きますっていうふうに選んだことによって得られた副産物っていうのはたくさんあって、それは自分にとってはすごく良かったなと思ってます。だから自己紹介してくださいってなると、私なんかはその東京の IT で働きながら山形の農業法人の代表ですっていう自己紹介になるわけ、単純に。そうですね。どういうことですかってなるわけ。しますよね。えってなるわけじゃん。だからそれもやっぱり、そういうのいいなって言ってくれるたくさんいるじゃない。はい。なんでそんなことできてんのみたいな。それでやっぱり、働き方を選択したんです。ワーケーションっていう働き方だとか、テレワークっていう働き方を選択したからできる。先に見えてきたもので、多分それが私の今のユニークワークだし、唯一の言い方になってるし、だとこれ大変でしょって言われるけど、楽しいことやらせてもらってるから大変じゃないんですよ別に。そうですね、これが不思議だよねって思う。私もテレワークやれって言われてやってないので、自分でやりたいですっていう風な話をしてやってるので、テレワークって働き方自体は別に大変ではなくて、もし大変であれば自分で今思ってはいないんですけど、自分で選んだ道だから、どう面白くしようかとか、どう楽しくやっていこうかっていうふうに思考を変えていくことが大事だと思いますね。今この回のために俺山形からさっき帰ってきたんですよ。はいはいはい、ギリギリです。そう、もう本当ね、10分前に行ってきたの。ただこういうのもね、こう山形から帰ってきてすぐ今度はズープスの方で話ができて、そこでこうやって普通にリアルで顔を合わせながら話せるみたいな感覚で話せたりとか、これはもうテレワークをこう導入してくれてなかったらありえない働き方だもんね。そうですね、ありえないですね。で、我々ズープスジャパンが、目指す最終的な働き方、それは、固定概念にとらわれずに独創的で面白く楽しみながら働くユニークワークスタイルの実現確立を目指して、これからもテレワークワーケーションを推進していきたいと思っております。